沿線風景茨城県道344号、真部停車場線は茨城県土浦市内を通る一般県道である。土浦市真部一丁目の真部木跡から同真部一丁目の国道125号に接続する東西約270メートルの一般県道である。もともとは筑波鉄道真部駅への接続道路であったが、1987年4月に、 鉄道が廃止された後も路線名は変更されていない。現地の市民会館入り口交差点の行き先案内標識及び一部の地図において本県道の北側に並行する道路を県道344号と表示しているが誤りである。1959年10月14日新たな県道として土浦市学部町の学部停車場を起点とし、 一級国道六号線交点を終点とする区間を本路線とする県道、真部停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1987年に、筑波鉄道筑波線が廃線となり、真部駅も廃止されたが、本県道路線はその後も存続し続け、1995年に整理番号344となり、現在に至る。福音。 曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCDE、茨城県道路現協調書平成26年4月1日現在、茨城県法号外省は5年2月7日、茨城県国時代58号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、 号外10月14日より県道の路線名及び整理番号の変更を茨城県法第637号3月30日よりありがとうございます。